じゃあエリカの部屋に行ってみましょう。一応店始まっちゃってるけど、多分、まあ、いないとは思うんだけどね。もうすでに外に出てると思うしね、マシンガンで。大神だけど、エリカ君いるかい？いないか。やっぱそうだよね。ダメか。店無視したらどうなるのかな、そもそも。この場合って。どうしようかな。でも他空いてる場所いないよね。テアトル広場行ってみるか、一応。大丈夫かな。ストーリーに影響はまあ多分出ないと思うけど、ここら辺では。誰もいない。ダメか。じゃあ店行くか、一回。一回顔出しとくか、モギリとしては。怒られそう。入った瞬間怒られそうだな。大丈夫かな？怒られてない。オッケーオッケーオッケー。ステージ始まってるもんね、もうキラキラしてる時点で。とりあえず、でもモギリってどこにいればいいの？ロビーか。ロビーでいいのか、モギリは。仕事的には。あ、怒られそう。嫌な予感する。あ、クリコか。じゃあいいや。ねえ、イチロー、聞いて。僕ね、今日からデビューするんだよ。あ、そうなんだ。本当かい、コクリコ。すごいじゃないか。もうすぐ僕のステージが始まるんだ。イチローも見に来てね。あ、わかったよ。客席から見させてもらおうよ。僕、ステージの上からイチローのことを探すからさ。見つけたら合図を送るね。あ、わかった。俺も手を振って返事をするよ。それじゃあ、レビューの用意してくる。イチロー、約束したからね。コクリコがデビューするのか。それで今日もお客さんがたくさん入っているんだな。さて、ここにいても仕方ない。お前、もぎりの仕事どこ行った？もうもぎり切ってんのかな？そんなわけないよな。ここだよね、もぎるための時間って。映画館とかもね、もぎる人直前だもんね。事前もぎりとかないよね。いいのかな？まったく。まずはね、お客さんの前に立つからには、お客さんもいるからね。体を清めてからじゃないと、さすがに、きついところがある。ああ、誰もね、帝国、もうみんな風呂入れない。パリ歌劇団の人みんな風呂入れない。困ったなあ、もう。シャワーぐらい浴びてください。帝国歌劇団を見習って。行けば、大体いたよ。大体風呂までスタンバってればいたよ。あそこで時間潰して行ったり来たりすれば。必ずいた。ウィー、エリカ！何やったお前。あ、大神さん。何してるんですか？こんなところでセリフそのまま返すんですけど、犯人も。エリカ君こそ、こんなところで何してるんだ？まさか、パリ歌劇団の中に犯人が。おいおい、俺の仕事場をこんなところ呼ばわりはないだろう。ごめんなさい、ジャン班長。そうだ、言われた通りワックスを持ってきましたよ。ああ、手伝いやった。それじゃあ、そいつでジョーちゃんの後部を磨いてきな。はーい、行ってきまーす。君ステージ立たなくていいの、今日は。コクリコのワンマンション。おうおう、あんな重いワックスの缶持って走っていきやがったぜ。それ以上に重い、いろんな意味で重いマシンガン持って歩いてんだよ、あの女は。大神さん、大神さんの後部もワックスがけときましょうか。やめてください、やめてください、傷つくんで。勘弁してください。やっといてもらえ、せっかく張り切ってんだ。断りたい。やる気満々の子を断ることはできんな。それじゃあお願いするよ。よろしく頼む。はい、了解しました。お任せください。ちゃんのも分かる。やる気のあるやつにはやらしてやるのが人情ってもんだよ。まあそうだな、それはそうだな。エリカもいい子じゃねえか。自分の後部の整備をしたいって言ってきてな。まあ整備は無理だから、ワックス掛けをさしてるってわけだが。ジャン班長分かってる。ジャン班長の方がエリカちゃんと付き合い長いんじゃないの、俺よりは。分かんないの、何が起こるか。キャー、ジャン班長、ワックスで磨いてたら塗装が剥げちゃいました。ほら。あ、気にすんな、後で塗っといてやる。心広かった、めっちゃ心広かった。ジャン班長のなんか俺の方が心狭いみたいになってる。くそ。ジャン班長、本当に大丈夫ですか？大丈夫ですか、ジャン班長。キャー、ジャン班長、蒸気機関の中にワックスこぼしちゃいました。大丈夫か、ジャン班長。おい、今何やった？すぐに行くから待ってろ。
さん。うわっ、こりゃひでえや。エリカ、ダメじゃねえか。ごめんなさい。俺の後部、大丈夫なのかな。仕方ない、ここはジャン班長に任せて他の場所に行くか。これ戦闘行くときになんか機動力下がってたらどうしよう。その可能性なくはないな。そこ行こうか。じゃあ作戦司令室行ってもマダムぐらいしかいなさそうだしな。ここに来てもダメか。あ、エリカが捕まった。またなぜかエリカが捕まった。そのパターンある。すぐに支配人室に来て送れ。マダムか。あ、マダムは名前つけてくれるのな。グランマー、支配人が呼んでいるのか。早く行った方がいいな。あ、強制移動か。そう、時間が経ったんだろうな。遠いな、サコミズより遠いな。ちっちゃいマダム。お呼びですか、支配人。ああ、ムッシュ、ちょっと頼まれてくれないかい。サコミズ大使と貴賓室で会う約束があってね。席を外さなきゃいけないんだ。メルも忙しいみたいでさ。ムッシュ、秘書室で留守番をしてもらえないかい。あ、いいよ。多分シャノワールが閉店するまでずっとになりそうだけど。わかりました、支配人、お任せください。信頼されてる、秘書室に置いてくれるの。すまないね、ムッシュ。じゃあよろしく頼むよ、しっかりと。どういうこと、なんかあんの、バラ組みたいなの。やめてよ、ガチャってなんか壁から扉ができてバラ組み出てくるみたいな。さて、それじゃあ留守番をするか。留守番か、ずっと座ってればいいのかな。でも暇だな。そうだよね。今日は疲れたな、なんだか眠く。まあ何もねすることないとそうなっちゃうよね。眠くなるとかあるよね。イヒヒヒヒヒって悪者ターンじゃないのこれ。あ、違う、悲しい感じだ。あ、閉店したのか。神さん、起きてください、大神さん。やっぱメイド服の方が似合うよね、しーちゃん、あの格好より。やっぱこっちの方が似合う気がすんな。しっかりなんか手握って、なんか手握ってんだな。え、シー君、メル君とも、あれ、どうしたんだい。腕組んでるんだな、この二人、仲いいな。俺、支配人に留守番を命じられて。あ、そうか。大神さん、疲れてたんですよ。今日もグリシーヌ様のお屋敷で働いていたんでしょ。レビューは終わりましたから、今日のところは自宅でゆっくりと休んでください。その代わり、明日の朝作戦司令室に来るようにとオーナーがおっしゃっていました。わかった、もう今日は帰って寝るよ。すまなかったね、二人とも。いいんですよ、大神さん、おやすみなさい。明日お店でね。お疲れ様でした。明日は遅れないようにお願いいたします。メル君、シー君、おやすみ。お先に失礼するよ。そうか、明日からはグリシーヌの家でメイドをしなくていいのか。ちょっと名残惜しそうだな。グリシーヌ、今日は店を休んでいたけど明日は大丈夫なのかな。ああ、これ伯爵来るやつ。まあ、悪役ターンがあるわな、桜大戦って。悪者のターンと。やっぱライオンじゃねえかお前。ああ、貴族さらってますね。いまいましい人間どもめ、地べたを這いずり回り醜く生きるがいい。なんだろうね、なんでこう動物たちが襲ってきてんだろうね、今回。どういうこと。すやわれた人間どもに貴族を名乗る資格などない。尊き存在は王たる私一人。百獣の王ではあるわな。お前五本の指に入るんじゃないの、名家じゃないの。貴族を名乗る身の程知らずどもよ、お前らは罪なの。罪には罰を与えねばならぬ。死を願うほどの屈辱を呑む。なったな。次の標的は結構桜大戦2でもグリシーヌ・ブルーメール。そ
この誇りに満ちた顔に屈辱を刻め込んでやる。うん、サッカー対戦2でもね、紙芝居のおじちゃんとか声優さん悪ふざけもいいところみたいなことやってたからな。割とアドリブ入れてくる人いるからな。メッセージない喋り方する人もうあの時めっちゃ笑ったな。普通の時わけわからんかったもんな。まあ予定通りライオンでした、ね、おはようございます支配人。みんないるな。はあ、グランマ、今日は朝早くから何の用ですか。エリカちゃんもいるな。今日集まってもらったのはこのパリでまた怪事件が起きているからなんだ。ベル、シー、ムッシュに例の写真を見せてあげな。貴族の行方不明でしょ。もう犯人ですか、確定ですか。ウィーオーナー、この写真はここ数週間に行方不明になった貴族たちです。パリで名の通った貴族たちが夜になると姿を消しちゃうんです。これ本物かじゃん。まさかまた新しい怪人の仕業だというのですか。それはわからないよ。調査は続けているんだけどね、まだ犯人はつかめていないのさ。あれ、この人どっかで見たことあるよ。本当だ、真ん中の写真、ほら大神さん、グリシーンさんの家で。リレッシュ、リレッシュだっけ、タレブリレッシュね。リレッシュ伯爵か、リッシュか、リッシュか。そうだよ、あの嫌なやつだよ。さすが大神さん、伊達にメイドはやってなかったんですね。本気でメイドやってたから。どうしたんだい、リッシュ伯爵に会ったのか。ええ、グリシンさんのお家にお客として来ていました。はい、すっごく嫌なやつでした。そいつは妙だね。リッシュ伯爵は1週間も前から行方がわからないはずだよ。それに伯爵とは以前に会ったことがあるけど、人のできた紳士だったよ。怪しいですね。まさかリッシュ伯爵が怪人なのでは。なんだっす、もうなんかちょもうすごいね、君の直感はすごいね。ほぼ 100% 当たるでしょきっと。一郎、リッシュ伯爵って今日グリシーズの家に来るんじゃなかったっけ。行くか、神崎邸に忍び込んだ時みたいに行くか。そうだ、グリシーズが危ない。パリカ駅団出撃ですね。行きましょう大神さん。行っちゃった、一人で行っちゃったのがいいか。ちゃんいなくなった。お待ち、まだ証拠をつかんだわけじゃないよ。もしも間違いだったらブルメール家に泥を塗る恐れがある。よし、ここは隊長であるあんたが一人でおき、くれぐれも失礼のないように。神崎の名を使っていいですか。はい、わかりました、神崎重工の名を使っていいですか。グリシーヌにリッシュの正体を伝えなければ。すでに事を起こってそうだな。グリシーヌ、ここにいたのか。いなくね。何事だ、想像し、貴公の仕事は昨日で終わったはずだぞ。その男から離れるんだ、そいつは。あっさいもんだ、すぐ正体表すんだ。あ、表さない。なんだ、利敵だぞ結構。ここで姿簡単に表すのにな、桜大戦の敵キャラは。そう。私がなんだ、言ってみなさい。リッシュが怪人だという確信はない。だが、奴は限りなく黒だ。なんとかリッシュ伯爵からグリシーヌを守らないと。正体をバラす、決闘を申し込む。いきなり流れかかる、これ違うな。決闘かな、これは。勝って俺が花婿になるべきだ。リッシュ伯爵、決闘を申し込む。あなたも貴族ならならば誇りにかけて断れないはずだ。君は貴族じゃないけど。いいでしょう、そこまで言うなら受けてあげてもいいですよ。グリシーヌ、君のことは俺が絶対に守るからな。グリシーヌ、ハテナだ。あ、ハテナでもない。隊長、結構グリシーヌ俺できてんだ。おー、海賊っぽいな、片目潰されてるしな。
随分と奇妙な武器を使うのだが、だが手加減はせぬ。刀か。あ、大神の本筋の武器か。よしよし、これは勝てるぞ。望むところだ。構えに全く無駄がない。私と戦った時とはまるで別人だ。1分で決着をつける。さあ行くぞ。好きか。それならば後ろに、ああ、カンナとの訓練を思い出すな。横に飛べねえだろこの場で。横に飛ぶってなんだよ。好きならば後ろに避ける。くそ、逃げられたか。うまい、絶妙の間合いだ。これならば避けられまい。横ばれ、それならばジャンプだな。受ける。弾き返すか。これならば弾き返せる。てい、くそ、こんな人間に負けるとは。認めんぞ。なあ、今だ。リッシュの構えが乱れた。ああ、これは実況やってるときついよ。時間だ、死ね。させん。隊長、マリアっぽい声でした。今の立ちさばき、間違いない。あれが本当の隊長の強さだ。あの時、隊長は私に手加減したのか。いや、武器がさ、重かったんだ。バカだ。この私がただの人間ごときに負けただと。ただの人間ごとき。その通りだ。ああ、あっさり正体現した。私の名はレオン。地上で唯一にして絶対の貴族。貴様だけは許さん。ああ、レオンか。まんまやな。伯爵が怪人だったと。覚えておけよ。この傷の恨みは必ず晴らしてくれるからな。傷あったっけ。俺なんか傷やりました。傷どこにもないんですけど。逆恨みもいいとこなんですけど。逃がしたか。どういうことだ隊長。 ET していいですか。その手は ET したくなるんですけど、いいですか。あ、何がだい。決闘の時、貴公は私が女だからと手加減をしたな。いや、してない。カンナともガチでやるタイプだから、大神は。違う、そうじゃない。俺にもわからない。そうじゃないと思うけどな。あの武器がいけないと思う。違う、そうじゃない。では私を守るためにわざと負けたというのか。それも違う。だったらなんだ、言ってみろ。いや、再戦するようとすんな。勝てるのか。ムービーかな、この感じだと。違う。戦う理由がない。笑顔。日本の男は強いな。それが侍というものか。グリシーヌ、君が守るものを俺も守る。それが俺のやり方だ。なんで今まで分かり合えた。レオンのことが気になる。シャノワールに戻った方がよくはないか。そうだな、急ごう。了解。これでグリちゃんは落としたな。オッケー。エリカちゃんが暗躍してんな。え、そう、え、ちょっと待って、え、マジ。あ、そういうシステムもあんの。ちょっとさすがに秘密組織無理かな、もう。それは無理かな、今のは。往来で入ってったよ。子供が真似するよ。待ち合わせで来てたお姉さんがつい押しちゃうよ。入ってきちゃうよ、あんなの。ちょっと無理かな。ここは同じ。バッ、桐生一馬脱ぎ。ここは手動できると。そう考えると、帝劇のシステムはちょっと違うよね。なんか電子分解して、服を分解してるもん。
分解した上で再構築してるもん。あっちはプリキュアとかなんかそういう魔法少女ものだもんね。なんか着替え方が現実に即した感じで安全装置ついてたり、そういう意味だとパリはちょっと現実に即してるよね。パリ歌劇団は。おかえりムッシュ、ご苦労だったね。それとグリシーヌもいい勉強になったな。すみません、支配人、怪獣を逃がしてしまいました大丈夫だよ、あんたが正体を明かしてくれたおかげで奴のアジトは分かった。メル、シー、ブッシュに説明してやっておくれ。ウィ、オーナー。場所はバスティーユ牢獄、囚われた貴族たちもそこです。ただし地下水道からしか入ることができないんですよ。どうしよう。地下水道には強固な扉があり、破壊することは不可能。扉を開けねば侵入できません。隊長、バスティーユの地下扉は2つの鍵を使って開けると聞いたことがある。もう一つ方法があります。地下にある解除装置を動かして扉を開ける方法です。開け方はブッシュに任せるよ。ただし絶対に勝ってくるんだよ。鍵を探すか解除装置を動かすか。2つの鍵めんどくさそうだな。探すの壊すか。解除装置でこっちの方が楽でしょ。解除装置で扉を開けるぞ。いいな、みんな。了解だ隊長、出撃命令を頼む。よし。グリシーヌの、グリシーヌ戦の準備をする。パリ歌劇団出撃せよ。ちょっと早めに押しとかんと危ないから。パリ歌劇団出撃せよ。目標地点バスティーユ牢獄。はい、私は準備 OK です。すぐにでも出撃できます。僕も大丈夫だよ。早く捕まっている貴族を助けてあげなくちゃ。敵はバスティーユにあり、この私に恥をかかせたこと、命をもって償わせてくれる。 OK。 今回グリちゃんのなんかが入るのかな。前回はコクリコのなんかが入ったけど入んないね。毎回行きすぎるね、エリカちゃん。塗装剥げてる？どこら辺の塗装剥げてんの？オオカミのやつ塗装剥げてない？確認してから行った方がいいか。オッケーオッケー。駆動部はちゃんと動く。あ、でもあったか、ブリちゃん。殺意が本気だな。バイキングなんだもんね。そっか、海賊娘か。意外だったな。そして花火ちゃん来ないんだ。セーヌ川に叩き込むのか。あ、そうだったら隅田川なんだけど。そっか、花火ちゃん来ないんだ。来るのかな花火ちゃん。この後劣勢になったところに来るっていうパティーンかな。整備は終わったのか。今4番からに最終確認急げ。無駄無駄してるんじゃねえ、撤収するぞ。このあれだよね、ワンだと、桜大戦ワンだと、かすみさんとエリーと椿ちゃんが帝国歌劇団の、まあ、裏方のスタッフということっていうのは終盤まで明かされてなかったから、それに対してもうなんか桜大戦3はもう完全にメルとシーはスタッフっていう感じで描かれてるよね、ムービーの中で。最後の最後だもんね、明かされたもん、ワンでは。っていう、椿ちゃんたち何やってんの、その格好みたいな感じだったもんね。将棋丸に乗ってた。将棋丸じゃないか、ミカサだっけ、それが。ミカサに乗ってたもんね。これもう秘密組織無理だろ、無茶だろ。ニュースになるわ、こんなもん。しかも、事故らないか、普通に他の列車と。OK、じゃあ一旦休憩します。ありがとうございました。ありがとうねー。